よいしょ。おはようございます。あ、モジーでございます。今日は4月27日、現在7時、朝7時でございます。おはようございます。昨日のね、配信しました水曜日、和歌山線の動画見ていただけましたでしょうか。まだ見てないよっていう人はぜひ見てください。今日はですね、編集終わりで、久しぶりの僕休みです。昼からブルーズ戦を見に行こうかなと、花園にちょっと見に行こうかなと。この今撮ってる、久しぶりです、このキャノンのカメラ出すの。ちょっとね、スチールを、選手の写真撮りに行こうかなと思っております。まあでも半分遊びです。あともう一つね、保険。次の日曜日が、シュライクスホーム戦があるんですけども、兵庫戦ですね。30日ですね。30日です。ごめんなさい。30日、ホーム戦、くら寿司スタジアムであるんですけど、どうも雨臭い。中止になったらね、流すもんないなぁと。そのために今撮っております。なので、うわぁ、これは外れかいやって思った方は全然ブラウザーバックしていただいて。月刊文字衣装もね、ピンチの時の月刊文字衣装も、まあ4月終わりましたから、終わりますから、流そうかなぁと。月刊文字衣装の回らないこと回りなんだけど、本当に。誰かね、やってくれないかな？モジーの代わりに。数字の取れる、可愛い女の子か、めちゃめちゃイケメンか。いや、女の子かな。というわけで、ブルズ戦ね、いつもね、社長とかとか、アルバイトの子とかと言ってるんですけど、アウェー戦が、非常に楽しいです、僕ら。何もしなくていいので。和歌山さんがぶっちぎりで強いので。なので、まあ、今日は絶対勝ちたいということで、応援行ってきます。見てください。緑の服がね、これしかなくて、これ多分15年ぶりぐらいで来ました。ブルズさんをやっつけるぞという意味で、ちょっと今マイク触ってしまいましたけど、ブルズさんをやっつけるぞという意味でね、はい、中には赤を仕込んでおります。ということで、年がいもなく、20代ぐらいの格好して、下ジーパンですよ、ジーパン。本当久しぶりこんな格好すんの。ということで、今日は本当に休みモードでビールも飲むぞ。では行ってきます。おう、ね、時間間違えてました。1時プレイボールと思ったら12時からでした。もうやってるしで負けてるし。ビール買っちゃいました。これはね、もう休みですから。とりあえず急いで向かいます。でっか。やっぱいいな。もうちょっとやね。めちゃくちゃいい天気じゃん。ビール売ってるかな？すでにもう飲んじゃったけど。急ぎます。着いた。着いたよ。1時からやったらぴったりやったのね。まだ4対0で負けております。でもうすでにちょっと酔っ払っております。ビールあるかな。うわすごい。ほら旗もすごい。すごい。隣にライフができてた。ほら球場めっちゃいいやん。キッチンカーなかったけどなんかいろいろ買いました。めっちゃいいやんここ。楽しみ。さあ応援しますよ。応援しますから。さすがキッズ。やったー。
たやちゃんホームラン打ちました。逆転しました。すごい。すごいな。打ってんのかな。いや、来て早々でもう見れた。ピッチャーね、気になってるんですけど、ピッチャーね、うちの息子と全く同じ名前、漢字も。ゆうひくん。しかもうちの息子もギッチョです。あ、でも投げるのは右に刺したけど。ちなみにうちの息子は野球全然やってません。ずっと会社辞めたいって言ってます。ああ。今日は酔っ払ってるからむちゃくちゃ言うよ。あ、お疲れ様です。お邪魔してます。いいですね、プライベート。いいのも見れましたし、いきなり。オッケー。ナイスボールやのにな。新外国人。わあ、いい球。勝負勝負。4対0やってんから。大胆に行こう、大胆に守りに行くな。おお、取ったれ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 、よし。今日は脇谷君、いやー怖いよ。取ったれ。オッケー。よう頑張った。楽しい。最高。最高の休みです。甲子園より立ち悪い。隣のスーパーで。もうこれ3本目です。ああ。5対4。なかなか追加点が奪えません。僕と同じ息子の名前のゆうひくんは降板しました。上野くん打ってほしいな。走り持って流し打ち。お、オッケーオッケーオッケー。これ追加点。まあいかへんかな。よう打ってるな。ちょっと脇谷君取ってこうかな。取ってきます。9回裏2アウトでございます。勝つよ。ほら、はい、勝利。イエ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 イ。完璧。勝った。完璧やったね。今日の完璧やったね。ウエットも完璧だった。大阪ゼロフルリッタイ。
すごかったよ、タヤちゃんのホームラン。取れなかったけど最高でした。僕はもうベロベロですけど。楽しい、アウェー戦最高に楽しい。はい、お前お疲れ様でした。おめでとうございます。わざわざありがとうございます。あ、いえいえ、本当今日はただ楽しみに来ただけだ。途中なんかビール飲んでませんでした。いえいえ、白に白、いや分からないですよ。全然シラフですよ、僕は。ナイスゲームでした、本当に。まあまあ、うん、ね、ナイス。発生する点は発生して。はい。はい、初回だって見てないでしょ、はい、初回見てないです。はい、電車で、はい、YouTube で見てました。まあ、初回の反省点、また大谷君には頑張ってもらいます。はい、そこはもう、ピッチャーが引っ張っていくしかないです。はい、はい、そうですよね。タヤちゃんを褒め立ってください。いや、もちろん、僕、それを待ってるんですよ。タヤちゃん、タヤちゃん、あ、全然ゆっくりでいいですよ。どこで売ってんのよな、ホームで売ってよ。いや、本当ですよね、嬉しかった。いや、最高やったね。めっちゃ嬉しかったです。もうそれも入るか入れへんか、ギリギリ。本当に自分は入んないと思ったんですけど、いい風がいい風吹いてたんで。いやー、おめでとうございます。劇的のあの5点、はい、びっくりしました。そうね、もう勝ち越しそのまま、あなたの勝利打点ですよ、はい、古い。みんなが何としても持って繋いでくれたんです。リバメンで自分が回って気を打っただけなんで。一番自分がびっくりしたんじゃない。いや、本当にびっくりしました。びっくりしました。感触はどうやった。やっぱ打った瞬間、わっって思った。いや、正直先っぽで、うん、ワルフトフライだ、やっちゃったと思ったんですよ、1、2塁で、うん、わーと思った時は、おぉって感じ。すげえ、今日めっちゃ真面目やん、今日。いや、ちょっとなんかもう嬉しくて。いや、わかるわかる。おめでとうございます、本当に。ぜひホームでも打ってください。はい、絶対打ちます。はい、いや楽しかった。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、 OK。